1分でわかる武蔵。武蔵は、現在は引退した日本のキックボクサーです。K1 ヘビー級戦線で日本人最強として数々の強豪と戦いました。大阪府に生まれます。青銅会館に所属し、空手の技術を磨きます。右でも左でも攻撃できることからリングネームが武蔵に決まります。K1 デビュー戦で下馬評を覆しパトリック・スミスに KO 勝利。佐竹正明に代わる日本人エースとして期待されます。グランプリで2年連続準優勝。しかし判定狙いの消極的ファイトでファンからの批判も多かったです。また、戦い方のせいか、しょっちゅう相手に反則されました。武蔵対決で MMA 選手の下がある武蔵に敗北。引退。近年では、体重差のある相手に対し勇敢に戦っていた事実に再評価が高まっています。現在、俳優や、YouTuber としても活躍しています。